それそっかー、助かりました。感謝いたします。いっけー、止めて。はいはい、来ましたね。これも人間が作った文明の跡なの。人間はこういうところでスポーツをしていたらしいの。スポーツ？集まった人間たちが銃で追い立てられて一斉に逃げるっていう遊びらしいの。
楽しいのかな、それ。たくさんの見物人が集まるくらい大盛り上がりだったらしいの。人間たちの文明は計り知れないね。そんなでしたっけ。この記憶も封印されてるのかな。まあそれはともかく、ここを越えると轟の勢力から離れるの。用心していくの。確かにしばらく妖怪に出会わなかったですしね。ん？あれ、なんだろう。ん？どうしたの？ふよふよよよよ。布？あれは一旦木綿なの。でもなんかビリビリ破れてるよ。おーい、どうしたなの？あ、急そう。なんでそんなにビリビリになってるなの？俺はさっき猫股がじゃれついてきっせ、それで爪で破れしもて。またあいつかなの？ほんと育て方を間違えたの。やり返さなかったの？そげんこつ言われてもいつものことやっとに。そんなんじゃダメなの。一度ガツンとやり返さないとなの。だけどもうちなんかただの布やし。お前の弱い心を叩き直すの。そげん急に、なんごて。バトルって普通、縄張りに入られた方が仕掛けるものなんじゃ。細かいことはどうでもいいの。お前の凄さを分からせてやるの。教えてやるけど、この主ちゃんはなんと
地獄を一つ消してしまったほどの妖怪なの。そげすごか妖怪とうちが。だから自信を持つの。一旦もめんは超強力な妖怪なの。一等賞なの。ありがとう。うち頑張ってみるじ。よし今度あの猫を見かけたら両手両足を縛ってる。その息なの。いやー、いいことしたの。気持ちも新たに飛鳥山へ向かうの。親切の押し売りだけどね。いつも通りの。まあいいじゃないですか。自信をつけたみたいですし。そんな、頑張りましょう。天の羽衣を感謝いたします。ありがとう。感謝いたします。それそれ、はっ、いや、
ご主人様、勝ちましたよ。感謝いたします。ありがとうです。素晴らしいです。